番外編ね、うん、33回ね、うん、大丈夫、それ全部俺言うから。よし、あんまやることないんだよな。毎度、お毎度ブルガリさん見に来てる。お、ブルガリさん、おすごいですか。ブルガリさん毎回来てるやん。よく来る。おお、時間分かってないのに来たんだ。ヒロシがなんかさっき流したから、ね、あ、そう、もう 今もうオンになってるから。毎度です。ブルガリさんありがとうございます。これ収録の 来週放送分ですけど、すいません、聞いてください。ありがとうございます。あげます。え、10秒前。はい、5秒前。朝から晩まで何から何までなんだったも私もちゃんとしないと。朝から晩まで何から何までこれから始めるちゃんとしないと。はい、こんばんは。こんばんは。はい、本日も始まりましたワイズバンクプレゼンツちゃんとしないと、はい、第33回目。はい、実は今日は収録で、ちょっと初収録で、収録月から土曜日、その収録じゃないですか。まあ一瞬わからんかったけど、収めて録音する方の収録です。なるほどね、はい、今までは常に32回全て生放送でしたけど、はい、今回ちょっと33回目は収録放送ということで、うん、まあ気持ち的には別になんだ変わることはないですけど、はい、まあ、ちょっとお手紙読んだりできないっていうところではあるの で、ね、はい、で、まあ、ネタ的に、うん、前回、はい、まあ、その30回を振り返るっていうことで、うん、ちゃんとデミー賞、はい、もうすごかったね、反響は。もう各所からのもうなんていうの、反響の嵐が、ね、そうだね、あれでノミネートして受賞した方はもう今テレビ引っ張りだこみたいで、はいはい、もう引っ張りだこで、はい、もう忙しくなってるんですけど、ただその、まあ、限られたね、うん、時間だったんで、はい、どうしてもまだお届けできてない賞が実は、うん、あってですね、うんうん、今日はちょっとちゃんとデミー賞番外編ということで、はい、その惜しくもその、まあ、本編に漏れた作品たちを、うん、お届けしたいなと。なるほど。どうですかこの企画。いいね、ちゃんとしてるでしょ。いいねってなんだよ。はい、ということでじゃあ早速行ってみたいと思います。ちゃんとデミー賞番外編。はいはいはい、そういうことで、はい、まあ早速ですね、うん、まあ、今回も賞を作っておりますので、はい、まず最初の賞からいきたいと思います、うん、まず、ベストオブオープニングということで、うん、まあオープニングね、まあ、あんまり面白くないですけどね、基本はね。基本はなかなか面白くないですけど、はい、でも岡浜さん的に何話そうかなっていうことでいつも一応考えてますからね、はい、考えてますからね、毎回、うん、はい、でちょっとその中でも、まあ、まあこれだったら流せるかなっていうオープニング、うん、はい、一作品ノミネートしてますので、はい、こちらの方じゃ聞いてください、うん、はい、よろしくお願いします。あった面白い話オープニングで、さっきしなかった、はい、スポーツジムでなんか僕たまにスポーツジムに行くんですけど、うん、ジムの、うん、まあ、お風呂場と、うん、まあ、着替え場と、うん、またドライヤーかける場所とかいろいろあるでしょ、うん、あるね、あそこに、うん、こうわざわざ草履、そこ専用の草履履くおじさんがいるわけ、うん、まあ、多分水虫防止とか、はいはいはい、潔癖症なんだ、はいはいはい、すごいんだけど、うん、すごいと思うこの人。まだすごさが分かんない。わざわざ草履履いてんだよ、まあまあまあ、みんなが裸足で歩いてるところ、まあまあまあ、ちょっとそうだね、すごいなこのおじさんと思ってつけてみたら、うん、このおじさんいつもさ、うん、こうドライヤーを、うん、このああ下の毛にドライヤーってるわけ。おしゃれ。おしゃれじゃないでしょ。あれってさ、下の部屋もこう、ね、どうなの。いや俺は使ったことないね。このもちろんあれに当たってないけど、うん、この風がまた俺たちに舞うでしょ。綺麗だからいいじゃんそれ、ちゃんとお風呂出た後でしょ。でも排気口ってか最初のものはあそこに風が当たってるんだ。
まあね、なんでこの人こんな潔癖症なのに あそこの毛をドライヤー当てるのかな、ね、あれなんでしょうね、滑ったこれいいよ、幸先いい感じする。いや、これ、いや、だから女性のね、リスナーの方に聞きたいのが、この、女性のジムのお風呂場にもドライヤーあるさ。で、同じようにあっちにこう、ドライヤー当ててるおばさんいるのかな。ああ、それ聞きたいね。聞きたい。ぜひメール待ってます。ナイスタイミング。じゃあメール待ってます。はい、ということで。お前、10時半か何やらかしてくれとんねんって話。下の毛の話っていうね。まあ、これ後日談でね、その下の毛が、うん、飛んだ下の毛が、もうリンゴの大きさぐらいの玉が、はい、このガルフにあるって、岡本さんが宣言してたんですけど。ガルフって言ったらガルフの人に怒られるんですか。ああ、じゃあ、マルフ。マルフに、そう。マルフに。マルフにあるって。でも今、未だに持ってきてないから、やっぱそれは嘘ってことでしょ。いや、結構ほんと真っ黒クロスケみたいな感じで、毛が絡まって丸いのがいるわけよ。うん、それぐらい飛んでるっていうところですよね。あれちょっとやめてほしい。で、これも、のりちゃんがこれに反応して、うん、まあ、女性はやってないって言うんだけど、やってないです。やってるの見たことないですねっていう話だった。やっぱ男性特有なのかなというところで。ね。そうか。あれ、まあ、どう、あれ絶対あれを見てみたいなのもあると思うわけよ。あ、この、ああ、あの、あれね、TM レボリューション的なやつ、そうそう、風をこう、欲してるやつ。いや、じゃなくて、こう、ちょっとやっぱ見せつけてるわけよ。うん。物を。何をね。何をね。はい。ということで。はい。はい、こんな感じになるだろ、はい。ということで。この時間って本当すごいね、オスプレイ。あ、聞こえてね。めっちゃうるさかった、今。まあいいや、はい。はい、じゃあ、ベストオブオープニングは下の毛ということで。いいですか、はい、はい。じゃあ、続いて、うん。ベストオブ丸々子ということで。丸々子って何だって話ですけど、まあ、聞いていただいたら分かるかなと思います。これは週刊ちゃんとのコーナーから、ちょっと2作品というか、まあ、連続で、ね。2連携、なんていうのかな、2連発、お送りしたいと思います。うん、はい。それではお願いします。時間も限りあるんで、はい。はい、次、12月13日、琉球新報。大相撲沖縄場所が開幕。迫力稽古に4500人興奮。県内で6年ぶりの巡業となる、大相撲沖縄場所が12日那覇市の県立武道館で開幕した、うん、巡業ならではのファンとの触れ合いもあり、詰めかけた約4500人を楽しました。これどうですか。ちゃんこ相撲だけにちゃんこいいでしょ俺も考えた。いいね、今日来てるねちゃんこってだ一応じゃあなんでちゃんとしてるんでしょこれは。ああ、そう、まあ、そういう意味もあるね。うん、どうね、見に、はい、まずちゃんこ、うん、続いてそのままじゃあ、はい、お願いします。ちょっとこれ続きなんですけど、こちらも沖縄場所、わんこそば優勝80敗、これは第1回わんこそば全日本沖縄小座場所が13日沖縄市一番街で開かれたということで、うんうんうん、これどうですか。これそうか、これはね、わでしょうね。え、今言うと思ってたでしょ。はい、ということで見事ちゃんこからのわんこがベストオブ丸々子にノミネートされました。まあこの2作品しかないでしょうね。そうですね、丸々子は。でもなかなか良かったよね、はい、このちゃんこからのわんこっていう、うん、ネタがちょうどそうあって、はいはい、なかなかいい返しだったと個人的に思いますけどね、はいはい、ということでベストオブ丸々子はちゃんこ&ワンコということでもうちょっと盛り上がってもらっていい。はいはいはい、楽しいね、はい、おめでとうございます。全てにノミネートされてますからね、岡本さん、はい、やった、はい、続いて、うん、ベストオブ森尾。なんだ森尾って話ですけど岡本さんとにかく話盛るんですよ。数々の話を持ってきたんですけど、うん、30回の中でも一番盛ったやつ、うん、あ、一番、はい、デフォルメした話ね、はいはい、がこの話なので、はい、ぜひ聞いてください。それではどうぞ。5月9日タイムス地域面、本マグロ180キロ45分格闘の末ということで、うん、今年久米島で2本目となる本マグロが4日、大田漁港かなで水揚げされたと。で釣り上げたのは、カデカルのヨヘナさんで、2年ぶりに釣り上げたマグロは、体長190センチ、重さ約180キロの大物と。でヨヘナさんは当初はサメかと思ったと。
でマグロだと分かった時はやったと最高の気分だったと笑みを浮かべたということで、これどうですか。サメじゃ、サメじゃない、はい、そうですね、サメじゃないですね、これマグロです。びっくりした、今こんな急に歌切れるやつだったかなと思って練習したでしょ。してたけどこれ分かります。鈴木雅俊、正幸さん、違う違う、そうじゃないっていう歌ですけどね。はい、あの190センチ180キロのホンバルトね。そうじゃないですよあれ、バルトの体重、バルトの体重、バルトもだいたい198センチ、190キロだけど、まあ、だいたいバルトサイズです。バルトを釣り上げたみたい。あ、はい、ブッフバルトかな。ミキさん今ボケましたけどね。まあしょうがない。ブッフバルト、あの浦和のね、最後監督にもなったっけ。あのでかい、でかいドイツの選手。はいはい、浦和レッズのね。これじゃあ。あれか、バイト代払わないみたいな今話題の、あ、ブラックバイト。違う違うあ、そういうのもできるんだね一回ちょっと飛びましたけどね。まあでもすごいね、大きいね。これマグロ釣ったことある？ないです。俺一回だけあるわけ。え、このどこで？この宜野湾の進行で、うん、普通に何、沖釣り？いや、この防波堤から、夜中、サンマで、うん、で釣れたから、うん、もう本当に酒も飲んでたけど、うん、ポンって裸足でテトラポトの先端に行って、うん、巻いて、うん、ここ上がってきて、うん、こんぐらいよ、うん、でもあれ、あ、ごめん、あれカツオだ、間違えたナイス徳美ねということで、ひどいね、もう マグロ釣れるわけないと聞きながら思ったけど、あ、ごめん、カツオだ、自信も、マグロ釣ったことあるこれは最大に盛りましたよね。盛ったっていうか、まあ、話の途中で、うん、お、間違いに気づいたいやだってそれ、あんなテトラポットから釣れないですからね。そうですね、うん、でもこれは面白かったですね、うん、はい、ということでこれはもう文句なしのベストオブ盛りよ、盛りよね、はい、あの、まあ、ぜひあの次回からの放送でもどんどん持っていただいて、あのね、みんなも学生の皆さんもクラスに、うん、森尾くんを探してみて、ああ、まあ大体一人はいるよね、盛るやつね、うん、ベストオブ森尾を見つけていただけたらと思います、はい、続いてベストオブ号泣ということで、号泣、はい、泣く、うん、はい、あの泣ける作品を、そんなラジオで泣くことあるかね。泣いたんですよね、うん、全米が、全米が涙したわけね、はいはい、泣いたネタが、うん、ちょっとあのここも1話2話ノミネートしてるんですけど、なるほど、はい、連続でちょっとお届けしたいと思います。はい、はい、お願いします。こちらは、うん、琉球新報1月7日木曜日、また社会面、はい、堂々 3.5 メートルホウジロザメ、美ら海水族館世界初の生態飼育、これは、うん、世界で人的被害が最も多く報告される危険なサメで、映画ジョーズにも登場したホウジロザメが本部町の美ら海水族館で飼育展示されていると。全長 3.5 メートルのオスで、4日に読谷村の漁協の定置網で捕獲され5日に運び込まれたと。同水族館によると、ホウジロザメの飼育は幼体の例は複数あるが、生態では世界で初めて、現在水槽で飼育している唯一の水族館だというと。これどうですか。デデンシャーあ、ジョーズだし、あ、ジョーズいや、あってなんだ、いや、いいと思います、はい、すごいね、これすごいね、うん、初って世界初、あ、この大人のシャークがね、大人のシャークが初って、幼体とか生態とかなんか言ってたけど、そうそう、なかなかやっぱ難しいみたいね、うん、うん、やっぱ常時動いとかんと生存できないんで、なんか記録ではなんか島根県かな、うんうん、で4日間うわ、うん、島根、まあ、4日間飼育してることになるのか分からんけど、まあ、4日間飼育してたって記録があるらしいから、うん、これまた美ら海水族館お客さんも増えるだろうし、そうだね、もう1ヶ月でも2ヶ月でも、うん、
あの長くそうだねシエーク、あ、シャーク、あ、シャークじゃない、シークしてほしいですね。言い換えとるし、ね、言い換えとるし、ね、ですね。楽しみ、はい、楽しみっていう意味のシャークだから、まあちょっとよく言ってる意味が分かるんですけど。はい、じゃあ続いてからのね、はい、お願いします。あ、次次、え、どうしたの、え、待って待って、どうしたの、ちょっと1月9日の新報の記事、え、2日後ね、うん、ホオジロザメ死ぬ飼育から3日、原因調査中、生態では世界初の飼育展示例となっていた沖縄美ら海水族館のオスのホオジロザメが8日午前に死んだ。飼育日数は3日だった。これどうですか、シャーク、なんで笑って、いや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 、まさかの展開にちょっと驚いて死んだの、はい、さっき読んだのに記事で、まあ、分かってたけどね。あ、分かってたの、このな、ただまあ皆さんの流れを追って再現してみました。あ、そうだね、このっていう感じだっただろうなってことで、そうだね、まあでも残念だね、やっぱり残念です、難しい、うん、やっぱなかなかこうね、うん、難しいね。なんかこれ記事にも書いてたけど、うん、このなんとかザメも泳ぎ続けなきゃ嫌なんだって、うん、さっき言ったね、だからそれ言ってたよ、広島の話俺あんま聞かんかった。ということで、すごいよね、うん、記事の中で生きてた話をして、まあ、これ1週間追ってるからそうだね、そうなった、ドラマティックな展開で、うん、まさかの号泣というね、うん、いや懐かしいね、これ5月5月だ、5月、え、5月、11月かとかでしょ、懐かしい、結構序盤のシャークでしたけど、これもね、うん、あの残念でしたけどね、うんうん、まあちょっとパロディ的にお伝えしていいのかどうかっていうのはありましたけどまあでも非常に面白い流れだったんじゃないかなと思います。みんな冷めた目で見てたかね、冷めだけに、うん、はいはい、はい、ということで一旦ここで CM を、CM ね、はい、お願いします。ちゃんとしないと。はい、はいはいはい、最後、うん、最後の章になりましたね、早くも、あ、もうそんなに作品、はい、うん、はい、最後の章はいきます、ベストオブスキンなんだ、好きだ、肌ね、肌、肌、肌ネタ、肌ネタ、肌ネタが2作品、なるほど、見事にノミネートしてますんで、うん、まず1本目お願いします。5月10日タイムス地域面から、ゴーヤ泥棒ゆるさん、泣き人対策強がパトロールということで、泣き人の村農畜産業防犯対策協議会は2日、村内の農畜産業者への防犯意識を高め、内外に防犯対策を PR しようと防犯パトロール出発式を JA 泣き人支店駐車場で開催したと。で、主催者を代表して新田さんかな、新田さんか、うん、新田さん、新田さん知ってんの、うん、知らない、うんうん、はい、昨年度は村内でゴーヤ100キロが一晩で盗難に遭うという大きな被害があった、パトロールのご協力をよろしくお願いしますと訴えたということで、これどうですか、ちゃんとちゃんとだね、
久々にちゃんと撮った気がする。普通のノーマルちゃんと久々だね。すごいね。昨年は100キロだよ。ハウス約5等分だって。盗んでゴーヤをどうするかな。やっぱ売りさばくネットワーク持ってる人としか考えられない。うん、まさか保険金目当てで自分たちがやってるとは思えないけど、まあね、100キロ、まあ累計か、うん、ちょい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 、うん、もうこれだからもうゴーヤー盗んだ人には、うん、このブツブツができる薬を塗るっていう顔にね、なんか捕まえられたら、そうそう、うん、犯人にそういう罰にすれば、うん、盗む人いなくなるんじゃない。あれあれ塗ってるけど大丈夫、もう肌が気づいた、うん、一回捕まってるよね、うん、肌のブツブツがすごいけど大丈夫、じゃあ俺のは肌荒れだから。ああ肌荒れだ。ああそうびっくりしたの、一回盗んだから、ね、誰が顔がゴーヤはい、ということでまずゴーヤ肌がゴーヤ肌、ね、はい、1本目ノミネート、うん、続いてどんな肌がノミネートしてるんでしょうか。続いてお願いします。3月23日琉球新報市町村面から、いちごうまい村おこしということで、宜野座の特産品の一つであるいちごを活用した村おこしが盛り上がりを見せていると。で、道の駅宜野座では、2015年12月から2016年3月まで、いちごの売り上げは約3200パック、前年同期の約120パックから約1200パックから約3倍で、いちご狩りも好調で、3月は満杯、4月も平日の一部を除き埋まっているということで、これどうですか。一番上はいちご、2番目なのにいちご、3番目でもいちご、いちご三兄弟、いちご三兄弟、いちご。いろいろ突っ込んでいい。まず歌下手か音程あれ、まあそれはそう、いちごだから全部あの全部1になるわそれは。そそんなもう音程がとにかくひどい、もうボケの前にもうなんかもうなボケがもうボケにならんから、もう歌ちゃんとボイストレーニング行こう。ブツブツ言うなよいちごだけに、うん、お前の肌やいちご肌なのいいね、私いちご肌なのあ、いいんじゃない、このなんか卵肌みたいなので、この宜野座のあのいちごのキャラクター、キャラクターでいいんじゃない、いちご肌気持ち悪い気持ち悪いはい、ということで、はいはい、2作品はいちご肌ということでお前の肌どっちなんだっていう決めた方がいいんじゃない、どっちます。いや、ブツブツもあって穴も、うん、あ、この穴のブツブツと出てるブツブツだから、ああそれはもう二刀流ね、ゴーヤーいちごとか、ね、二刀流ね、二刀流、二刀流で、うん、まあ攻めの時はゴーヤーで、うん、守りの時はいちご肌で、うん、ということで、そうそうそう、大谷、はい、大谷みたいにね、ということで以上、うん、全作品発表しましたがどうですか。全ての賞でノミネートしてますけど、ありがとうございますいいですね、はい、ということで、まあこれで一回、過去の放送を振り返るというのは、まあ、終わりですが、終わり、続いてまたどんどん継続して、うん、第2回、うん、ちゃんとデミー賞をまたお送りできたらと思いますので、はいはい、ということで、最後いつもね、うん、大人のホテル情報をやってるんですが、はい、収録なんでさてどうするかというところで、なるほど、いきます、うん、大人のホテル予報ということで、予報しちゃいますということでもう分かんないからね、来週のホテル情報は。7月20日ね、7月20日なのかな、うん、のホテル予報、ホテル予報士の奥浜さんの方から任せてください、はい、もう専門家として発表していただけたらと思いますので、うん、専門家ではないけど、はい、それではホテル遠征、西側からの低気圧の影響で全室満室となるかもしれません低気圧って何なの、低気圧じゃない、低の気圧、気圧が来るから、まあ満室になるでしょう、そうそうそう、さすがの読みですね。続いてかくれんぼクラブ、フィリピン沖で発生した台風3号の影響で全室満室となるかもしれません。台風3号って何ですかね、台風3号ってどんなやつなんですか。大型で強い台風3号です何カップぐらいですかね、ぐらいですなんでよく聞こえませんでしたけどね、はい、続いて最後、ウォーターホテル、エルニーニョとエルニーニャのエロの影響で全室満室となるかもしれません
エロニーニャ。エロニーニャ現象が起きるんだ。エルニーニャとエロニー、エルニーニャ、ニーニョとかいろいろ出てくるわけ。だ、だいたい、ま、ちょっとすごい、満室になる。満室になるでしょう。いう予報をしてますので。うん、はい。これあの、当日来た人予報なんでね。そうです、ね。はい。あの、ぜひ行って確かめていただけ。詳しくはそうですね。はい、詳しくはウェブで。はい。ということで、はい。どうでした収録。初めてだからね。うん。まあ、今日はでもまた過去放送も流しながらだったから比較的楽ちんです。余裕しかなかったです、ね、余裕しか、はい、ということで一応、曲の方もやっぱり言っときたいなと思います、ね、なるほど、ワーストオブソングワーストオブソング前回もベストオブ流したんで、はいはい、これはもう僕の方でワーストオブソングを一番悪い歌ってことね、はい、一番悪いやつですなるほど、はい、これ流しちゃダメなやつなんですけどね、はいはい、これを最後お送りして、うん33回目、はい、終わりたいと思いますということでそれでは聞いてください奥山雅樹でトークトークゆずない永遠のあじゃあゆずがかぶせなんていうのリメイクなんていうのカバーかぶせて遠く遠く離れていても僕のことがカバーじゃなくて違う曲にしてる戻ってこない。いっぱい輝ける日。やばいよ。この街で迎えたい。いっぱい歌が変わってる。やばい。あらあんなに練習したのに。おっちい。俺結果これ。やばい。俺1時間 YouTube 見て練習したんだよ。ほら今。天の桜は咲き乱れ、ここの頃になると。